はい、こんばんは。参議院議員の音木俊です。今日は1月の17日にこちら収録をしております。今日はですね、旧 N 国党の騒動に関連して、政党とは何ぞや、そして政党法という法律が必要ではないか、ということについてお話をさせていただきたいと思います。昨年から、旧 N 国党、NHK から国民を守る党とかですね、名前がいろいろ変わっていて、旧 N 国党というのが一番通りがいいんですかね。内紛というかですね、お池騒動が続いていまして、立花隆さんと、大津彩香さんが代表権をめぐって、訴訟にも発展してですね、いろいろ争いが、係争が起きているということであります。で、どちらの方も私面識ありますんでね、どっちが正しいとか、どちらの言い分がどうだっていうことに組みしませんが、それでですね、今日、昨日か、この政党の今年の届け出というのが、所属メンバーの届け出とか、をやる時期になってまして、で、浜田聡議員と、斉藤議員が、この、大津彩香さんが投票する、みんなで作る党ですかね。民族党には所属をしないと、離党されるということになったので、所属の国会議員がいなくなって、政党要件を失ったと。もう政党ではなくなって政治団体に転落したと、いうことがですね、報じられています。で、立花さんたちもそうおっしゃってると。一方で、大津さんの方はですね、いやいや政党としては残ってると。政党要件はまだありますということで言ってて、どっちが本当なのっていうことね、という状態になってるんですけども、これ結論から申し上げると、これどちらの言い分も正しいです。これはね、政党助成法という政党に助成金を出す法律ですと、政党要件は失いました。なので、もう大津彩香さんたちの政党には、政党交付金、政党助成金は入りません。一方で、公職選挙法という法律においては、この一定の得票数を得た政党は、いわゆる公党、政党として認められて、次回の衆議院選挙で比例代表に出馬できるとかですね、政見放送に出れるとか、そういう、いわゆる特典じゃないですけども、政党が持っている権利というのは保持できるということで、これ両方ともですね、一面から見れば政党要件を失ったとも言えるし、もう一面から見ればまだ残っているとも取れるという状況なんですね。で、これが何を示唆しているかというと、日本にはですね、この政党というのを定義をして、政党を包括的に規制したりとか管理する法律というのがないんですね。実は、諸外国にはそういった法律があってですね、政党というのはこれこれこういうものであって、条件はこういうことで、国会には何名以上、得票数どれくらいって、で、それにはこういう規制があって、こういう、違反した場合はこういう処罰があってって、で、そして逆に支援としてはこういうのがあってっていうのが、一個の法律でこうまとまっていたりする、国もあるんですけども、日本はそういう包括的な法律がなくて、機関となる、幹となる大きな法律がなくて、政党助成法とかですね、あるいは政治資金規正法、公職選挙法、こういう個別層の中に、政党とは何ぞやみたいなことがちょろっと書いてあって、で、それに、さっき言ったみたく、政党助成金の法律だと、5名以上の国会議員だとかですね、あと、1名につきいくらだとか、そういう定義があって、で、公職選挙だと直近の選挙で何パーセント以上だと、政党のこういうのが得点されますよっていうことで、ちょっとずつ定義が異なるわけですよね。で、これは僕はあんまり良くない状態だなというふうに思ってまして、これ、くしくも旧 N 国党に所属されていた浜田議員もですね、委員会で取り上げて政党法を作るべきじゃないかということを提言されていて、その点については私は全く同感です。で、今回いろいろ政治と金の問題起きてますけども、これは政治資金規正法とか、こういう法律を罰則強化するっていうことも一つの手なんですけども、これから政党法というですね、しっかりした法律を一本ボーンと作って、そこでやっぱ厳しい処分とか、政党とはこうあるべきで、こういうものなんだってことをしっかり定義し、それやるべきことをしっかりとそこに規定し、そしたらやるべきこと、収支報告とかを怠ったり、虚偽の記載をしたりとか、不正をしたら、処分を厳しい処分されると、いうことをですね、しっかりこれセットで、やっぱり提起をしていかないといけないと思いますので、この政党法っていうのは昔、経済団体がですね、こういうのを作るべきだって提言を10年ぐらい前に、しているっていうのもあるんですけども、私はこれは、すごい賛成なので、今回のこの政治改革の議論において、やっぱりこの、政治資金規正法を厳しくして、政党にガバナンスを効かせるということもあるんだけども、政党だったらもっと踏み込んで、政党法というものを作って、政党をしっかり定義して、厳しくこれを、ガバナンスを効かしていく、しっかり規制していくということもね、私は訴状に挙げるべきだというふうに思います。なので、ちょっと旧 N 国党さんがこれからどうなるか分かりませんけども、こういう問題提起としてはね、普通に下深い出来事とご視聴だと思いましたので、ここではご紹介させていただきました。来週から始まる国会に向けてですね、しっかりとこうした政治改革のメニューを一つずつですね、上げて、そして妥当性を検証し、維新の提案として出せるようにしていきたいと思いますので、よろしくご注目をいただきますようお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。